ちゃ、こんにちは、はい、お待たせしました阪神ファンの皆さん、はい、阪神が優勝した後も阪神ネタはこの動画でちゃんとやりますよ。いろいろ話題あるよな。ありますね。まあ、あの秋季キャンプ、はい、現在第3クールがちょうど終わったところなんですけれども、はい、手を緩めないね。緩めませんね。岡田監督はベンチでじーっと見てますよ。いや見てるよ。すごいですよ。そう言いながらだからバインアメは出てるのかわからないですが、はい、まあ、そんな中での記者からの岡田監督の一問一答だったりとか、はい、まあ、注目の選手だったりをちょっと岡田監督が話しているので、はい、まずは、ピッチャーブルペンで門別投手と茨城投手入りました、はい、この門別投手今年一軍でもちょこっと投げましたけど、門別ね、はい、門別投手、はい、改めてどうですかと伺ったところ、ええー、よ、この間も良かった、まあ、茨城も良かったな、まあ、力んどったけど2日前はということで、とにかく門別投手いいと。いや門別は、はい、まあ、確かに今年ね投げた姿を見てたら、はい、まだ弱々しさっていうのがあったよ、うん、でもその中でもあの投球ができるっていうのもさ、はい、それは非凡なもんがあるし、うん、今年優勝争いしてる中で少しでも使われたっていう経験が、はい、やっぱものすごく彼を支えると思う。まあ、わずかですけれども、ああ、そうそうそう、わずかだけども俺はいい経験をさせたなと思うよ、うん、やっぱね死んだゲームでいくら使って好投しても身にならないんだよ、うん、でも阪神が緊張感のある中で、はい、優勝争いをしてる中で投げさせたでしょ、はい、これはやっぱり彼の財産になってると思うし、はい、来年の飛躍に役立つと思う、うん、で見た感じ、まあ、先ほど弱々しさっていうのがあるって言ったけど、これはちょっと力強さが出てきたら、はい、すごく面白いピッチャーになるよ、ね、お、勝てるピッチャーになるよ、勝てるピッチャー、まあ、もう先発ローテにもちろん話してくれたら、もちろんもちろん力がついたらね、うん、で、まあ、門別投手質のいい球が多いですよねという記者の問いに対して、力あるよなと、うん、ファームから推薦で一番良かったから案内して一軍で投げさせたんやからということで、うん、自信になったですかね、まあ、先ほど湯田さんおっしゃいましたけど、そりゃついてるやろなと、まあ、あの時はキャッチャーが栄田、捕手だったんですけれども、栄田、うん、やったし、配球とかいろんな面でちゃんとしたらもうちょっと抑えとるよと。いや、そう思うよ。うん、やっぱ球質もやっぱ力があるし、うん、例えばキャッチャーがそこで、まあ、坂本選手とか、あとはまあ復帰する梅ちゃんだったりとか、いや、それは変わってくるよな。うん、ただその2人が被ったらもっと緊張したかもわからないしな。まあ、さ、わからないけども、いや、だけど俺を見た感じでは、はい、いいピッチャーがまだいるんだなっていう印象だったよ、うん、そうですよね、うん、で茨城投手も良かったですし、あとブルペンのテーマでもあるまっすぐ高めの球いいですよねと、はい、いうことで、まあ、そうそうそう、この間めっちゃ力んでシュート回転しとったけどな、でも森木も良かった、まあ、いい時と悪い時のあれがあるなということで、波があるかな、はい、ということで、うん、その門別投手以外にももちろん茨城投手、森木投手といいピッチャーが下にもいるってことですよ、ね、茨城っていうのはちょっと見たことはないんだけども、はい、噂によると非常にいいと、はい、だから森木はね見たことあるけども、うん、力強いよな、うん、でもそれ波があるんでしょ、はい、でもこれが波がこう収まってきたら、うん、十分いけるしな、楽しみだ、投手が。いや、楽しみだよ。すごい多いですけれども、はい、まあ、訓示でこの中から一軍キャンプに抜擢するという話もしてましたが、はい、まあ、何人か呼ぶよ、このキャンプ終わってもうコーチも大体もう分かってると思うからと、うん、で門別投手もやっぱ期待する選手の一人ですが、そらもう呼ぶようになるやろな。もう言うてるやん。もう言っちゃってます。嬉しかったんでしょうね、まあ、話したかったんでしょう、他のピッチャーの刺激にもなるし、うん、今いてる一軍ピッチャーのな、その今いる一軍ピッチャーもうかうかしてられない。いや、それはもちろんそう、うん、あの門別とかね、茨城とか、はい、森木っていうのは本当にあの一つこうスイッチが入って、うん、しっかりすればバンバン投げれるピッチャーになる。そうなんです、ね、うん、だから本当に一軍のね、うん、今こう投げてるピッチャーもうかうかできないということなんですね、うん、だからまあチーム内での競争がまた始まるというね、はい、まあいい話題しかないな。阪神はそうなんですよ。でやっぱりその来年の使い方や構想は気が早いですかと聞いたところ、うん、早い早い、まあ、でもどっちみちあの辺の若いのが最初は先発やわな、うん、練習試合とかオープン戦でも最初の頃どんどん投げさせても十分いけると思うけどな、うん、ということで、やっぱ最初先発でやらせるというか試すっていう、まあまあそりゃそうだよね、うんうん、まあそりゃそうだよ、ピッチャーの基本って先発だもん。はい、うん、だから、まあ、そこで試して、はい、どういう適性があるかっていうのを見極めながら、
この3人というのはやっぱ選抜型だと思うけどね、うん、なるほど。あとバッティング、まあ、野手の方でもありました、はい、フリー打撃でいつこ選手見ていましたよねと聞いたところ、あんまりバッティングな極端に直されへんやなと、あんな癖あるからなそう、あんだけ極端なんだからと、顔の右横にグリップがあり極端な前傾フォームになるということで、うん、あれでやってきよったんよな、構えから触るとか怖いよ、逆にな、もうちょっと見なあかんわな、うん、あの独特のフォームをちょっと直せないという怖くて、いや、そこが岡田さんの決めつけで物を見ないっていうことだよ。あ、まあ、こういう感じだよね、はい、こういう感じで打ってきたんだから、この中でより良い方法を取るというか、うん、それはもちろん自然体でこうやって構えてくれた方が、はい、なんか見てる方は安心するかもわからないけど、はい、いつもはこうやって打ってきてるわけだから、はい、これで打てるんだからもっとこっから打てる方法はないかとか、うん、まあ、そういうことを岡田監督は探そうとしてるよ。だからそんなに大きくいじる人じゃないし、はい、うん、でいじって逆に悪くなるのも怖いっていうのも分かってる、まあ、それはもうその子の人生があるしね、はい、うん、だからそれは怖いだろうな。そうですよね、絶対直したら使うって言ったらもう使わなきゃいけないし、うん、そうなりますもんね、うん、そう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 。あとはあの前川右京選手に対して、はいはい、前川は打球が鋭かった、うん、熱出たり怪我したりあんなんばっかりやんか、ようなったら今は元気でやっとるけどいつ熱が出るか分からへんで、結構いい時に怪我とか体調不良とかになるからな。もうバッティングが鋭い、打球鋭いとかじゃなくて体調面でした。いやいや、それは体調管理っていうのはすごく大事でさ、はい、それはレギュラーを取っていこうという選手っていうのはまずやっぱり条件的には体が強くないといけないということ、はい、だから病気怪我、まあ、そういうことは全くしないという、うん、だから下って軽症で終わるとかさ、はい、多少熱が出たってできるとかさ、はい、まあ、そういうような感じを持ってないと、うん、あのね、阪神が今年優勝できた中の一つの要因として緊張感なんだよね、はい、まあ、話をしたと思うけども、うん、その緊張感というのは何をこう生むかというと、はい、やっぱ怪我人を出さないということを生んでくるんだよ、はい、それ緊張感で、だからやっぱこうレギュラーを取りたいとか、はい、秋の大事な練習だとかそういうところでそういう、こう熱が出たとかお前緊張感あんのっていうような感じになっちゃうんだよね、うん、そうですよね。でね、一人怪我人が出ると、あ、俺も痛いからこいつが休んだから休んでもいいかみたいな、はい、こうなんか芋づる式に伝染する可能性があるんだよ、はい、だからそれを出さないためにもやっぱそういうことを言ってるんだよね、岡田監督は。そういうことなんですね、うん、だから一人の選手が緊張感をなくし、ね、病気をしたりとかするとやっぱね、叱咤しといた方がいいよ、それは。そうですよね、うん、だからまあそういう厳しさは岡田監督は持ち合わせてるし、うん、それはチームを統率していく上ではすごく大事なことなんだよね。だから単にそれは前側もなりたいと思ってやってるわけじゃないよ、まあ、病気そうですよね、うん、体調でも振り返るとあの時に風呂上がりにちょっと裸でいる時間が長すぎたとか、うん、はい、なんか振り返るとあるかもわからないんだよ。ありますね、うん、だからそこが緊張感なんだよね、はい、やっぱ風邪は絶対引けないとか、はい、絶対熱が出したくないって言えば、はい、あります、多少抑えられる、穴開けられないでしょ、仕事怖くてできないです。じゃあ俺らもいろんな仕事があって、うん、穴開けられないんだもん、うん、だからそれなりにやっぱ緊張感を持って生活も送ってるし、はい、徹底管理というかやっぱ自分のコントロールはしますよね。そうそうそう、だからそれがやっぱ前側にはできてないっていうことを岡田監督は遠回しにだけど、うん、多分言ってるんだと思う。そうですね、うん、だその技術面だけじゃなくてそういった体調管理、あとはその去年のシーズン中にそのベンチに戻ってきて試合後かな、あの道具をちょっとあのポンとやってしまったところ、はい、コーチから非常に叱咤激励で怒られて、もうパワーラ関係ないからね、はい、お前何様だなってな、それがたまたまそのカメラに抜かれていて、うん、っていうそのまあ試合から離れたところでの緊張感とか、うん、そういうのも大事って、まあ、私生活とかね、私生活、まあ、そういうことも見える範囲では、うん、やっぱ目についたことは説明をしっかりしながら言ってるよね、はい、だからすごくいい緊張感がやっぱまだ日本一になったとしても続いてるんだなっていうふうには思う、はい、だから浮かれたところがやっぱ岡田監督のそのコメントを見る限りでないもんね、一つもないです、ね、一つもないで、やっぱりでも前川選手にはすごく期待をしていて、クリアできれば一軍の戦力にはなりますかと聞いたところ、戦力なるなると、まあ、今年はずっと一軍で使うユートピアン、よかったらなと、自分で注意するしかないよなという、うん、まあそうだな、うん、そりゃあれだけの素質があるねバッターってなかなかいないよ、うんうん、まあ高校出たてでしょ、2年目ぐらいでしょ、2年目になりますか、来シーズン
が3年目か。いやそら2年目であれだけの対応を見せたっていうのはさ今年、うん、将来末恐ろしい選手にはならなきゃいけないんだよ、はい、だからなれるかなれないかは自分の自覚なんだよ、ね、そうですね、うん、体調管理だとかさ含めて、はい、うん、もう自分の自覚と思考と、はい、まあ、そこら辺をこう完全に揃えていかなきゃいけないんだけども、はい、そういうことをやっぱり岡田監督は教えていこうとしてるよ。そうなんですね、うん、次のクールからはじゃあどういうことを中心にやっていきますかという話を聞いたところ、投手コーチが党内連携したいって言ってたなと、ちょっと危なっかしいのがおるみたいやから見とかんとなってかっこ笑っていう。まあでもそうやってね、気がついたところをコーチが進言して練習のメニューに入れていく、はい、まあ、そういうことはやっぱこうしっかりしてるんだろうなっていう。だから流れ作業でやってない、うん、まあ、普通党内連携とかも秋はそんなにはやらないんだよ、うん、だけど今からやっぱこう春に向けて準備をしてるっていうね、はい、やっぱそこら辺はいいなですね。岡田監督イズムがやっぱコーチ全体にも浸透してるっていうのがすごいですね。だからコーチ会議もしっかりできてるっていうことだよ ね、 ですよね。まあ他もやってるけどね、はい、まあ、阪神だけではないやってるんだけども、うん、やっぱこう秋ではそんなにやらない党内連携をやっときたいっていうね、はい、うん、緊張したんだろうな、党内連携だよみたいな危なっかしいのがいるんでおーいみたいないやいややろうみたいな、ね、いやいや言いながらやろうって言ってた。コーチの進言というかその提案も岡田監督はや受け入れて、いやまあそうだね、まあ、それとやっぱこう今年エラー数は減らなかったけども、うん、肝心なところで守り勝ったっていうね、はい、まあ、岡田監督が言ってるようにそういうミスはね、うん、やっぱなくしていきたいんで、やっぱ岡田監督っていうのは守りから入る、はい、まあ、監督だけにそういうことは重要視してるんだろうなって思うけどね。そうなんですね、はい、で最後にブルペンはじゃあ次のクールからどうなりますかと聞いたところ、次のクールから変化球掘らすよと、変化球で勝負する投手もおるからな、みんなまっすぐだけでは勝負できひんからなということで、それぞれのクールで来課題を持ってな。いやだけどね、冒頭にね言ったあの高めのボールを練習させてるって、はい、うん、これは幅広がるな。またさらに今はもう高めの時代なんだよ。そうですね、こう浮き上がる高めですよね。そう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 、村上なんか投げられるけどね、それが投げられるようなピッチャーが増えると阪神のピッチャーやらしくなるな。あの浮き上がるような高めのボールって練習すると投げられるようになるものなんですか？まあ投げられるよ、投げられるけど、投げる条件としてダルビッシュの動画を見てもらえると分かるんだけど、やっぱリリースポイントが低くて、はい、上から低くて投げられるピッチャー、はい、そしたらやっぱりビュンとくるイメージ、この角度で来ると高めって振らないんだよ、うん、だけど低い点からこうバーンと投げられると思わず振っちゃうというね、うん、多分そういうことを練習させてるんだと思う。あの若手にもってことですね、うん、で今のバッティングの軌道っていうのはこういう風になってるから、はい、高めっていうのはちょっと苦手かも。有効に使えますねピッチャーとしては。いやー、ね、もう本当に優勝したばかりなんですけれども、もうすでに始まっているという来シーズンの戦いが、牙城かな。あ、これ立ち打ちは高いな。高いですよ。これを崩していかなきゃいかんからな。そうですよ、他の球団は、はい、ね、この動画では必ずあの何本かに1回は阪神ネタが出るので楽しみ。あ、そうだね、はい、なんかオフとか、はい、平田コーチとかいらっしゃっては、まあまあそうかな、はい、いや皆さんファンが平田コーチとの豊さんとの話を見たい聞きたいっていう方多いんですよ、はい、カツオちゃんね、カツオちゃん言われたからな、あ、誰かと思ったらオーラが全然ないから豊さんだったじゃないですか。まあ冗談で、ね、あのブラックジョークでああいうこと言うんだけど、何歳違いなんですか？1つ。あ、1つしか、ね、日米区で一緒にアメリカ行ってんだよ。あ、もうそっからの中ですもんね。なんかいろんなことね、オフに聞いてほしいなと思うんですけど、いや、そうだね、はい、ちょっと電話でもしてみるわ、ね、お願いします、はい。